飛ばした一枚。二枚飛ばした。奥めっちゃ足できてる。奥一枚抜いてるよ。お前たちチャンピオンシップ優勝おめでとう。Thank you! イエーイ、チャンピオンシップ勝っちゃったぜ。イエーイということで、KW、うるせえ、お前しか盛り上がってない。KWL、俺のことあの1位導くことなんか超簡単だよね。当たり前でしょ。しかもコアって KWL 優勝歴がありますよ、そりゃ。むちゃくちゃあるよね、むちゃくちゃあるよね、コアって。なんか、5連勝ぐらいしてなかったっけ。え、1回。5回って言うとこ、5回。5回、いや、5回っすね。5回勝ってるよね。はい、すごい。5回も勝つって、リスナーさん、すごいことなんですよ。ね、この KWL 優勝最強チームの、北高北高の猛者、ボール選手がいる、ちょっとコアに、今回 KWL メンバー、見てください、このクソ豪華な。このクソ豪華なメンバーたちを揃えてる、この KWL メンバーたちを揃えたので、今回このためだけに、この動画のためだけにみんなに揃っていただきました。はい、なのでボル、ちょっと俺のことを連れて、コアのメンバーとして、もう皇帝って呼んでほしい、今日は俺のこと、皇帝として俺のことを指導しながら KWL1 位導いてほしい。ちなみにアベスは1位取ったよ、さっき。嘘だ。いいから取ったことにしとけ。1位取ったよ。マジっすか。そう、もう多分ね、その頃にはもうアベスの動画出てると思う。いや、アベス1位できたんだ。キャリーできたんや。キャリーしてくれた。だからお前たちこれできなかったら、そのあの優勝賞金3000万円っていうのは、強さがある人に渡してるお金であって、今まだ受け取ってないでしょ。あれ今保留中で、俺審査してくれって言われてるのよ、運営から。だからいうこと。そう、だからこれでお前が、もうお前がじゃない、お前らがだね、コアのメンバーたちが俺を連れて1位に導き出せなかったら、お前たちは3000万受け取る資格がないということで、一旦それはアベスに入ります。一旦ね、アベスに。そう、アベスに入る。3000万。それはさすがに仕方ないと思う。これはユーザーみんなが納得してると思う。逆に俺らはいくらもらえるの。お前たち これでキャリーできなかったら強くないんだから、お金なしでバカかよ。じゃあ何だった、あの俺の涙は。あの流した汗と血と涙は。だから そう、汗と血と涙はここで1位を取るために作られたストーリー、物語よ。今物語の始まりです。早い話、勝てばいいのね。そう、勝てばいい。だから今回はもう俺が、おーいとか言ってたら、ガキンゴレーしっかりやれやゴレーみたいな。え、じゃあもう、普通に切れていいってこと。あ、切れていい。一回切れてみて、俺に。あ、うるせえじゃん、お前。なんじゃこの野郎、ゴレー。なんだよ、お前、俺。だ、ゴレー。真剣にやるよ、お前。こっちだって真剣にやるよ、こっちだって真剣に、こっちだって真剣にやってるんだよ。本当に上がってんの。真剣にやれよ。起きてる。すいません。はい。もう、リスナーさん始まってますんで。はい。あのトークとかマジ気にしなくていい。今回はトークとかじゃなく、もう強さこそ正義。ボールお前録画しとけよ。いや、してますよ俺も。さすが、お前やれる。じゃあ、ふざけんなよね。コア、これもコアの一員として扱っていい。うん、コアの一員。だからみんな俺のことケンチって呼んで。ケン。あ、そうそう、ちょうどコアって結構みんな本名呼び多いんで最近。あ、そうやろ。そうそう。じゃあボール深夜だっけ。いや、俺新一っすね。ちょっとかぶってるけど。シンくんっすね。シンと、あとカピは僕、セナです。オッケー、ハニワね。えハニワね。はい。オッケー。ちょ、真面目にやろ、普通に。ちょ、みんな、とりあえずちょっと慣れるために俺のこと名前で呼んで。ケンチ。何ケンチ、ちゃんと飛んでるそれ。飛んでるよ。青ピンだろ。石田車何？石田って言うのやめて。急に石田に変えるのやめて。ごめんなさい。いや、なんか普通になんか俺仲いいと思ってたから。あ、そうなの。俺もお前とは仲いいと思ってるけど、これ普通に東折れてるチームいるな。やばくね、これ。もうアベスいるね、これやばいね。え、青ピン、これ車なくね、お前。どこ飛ばしてるの。普通にやるわ、やるわ。目ついてんのか、バイクじゃねえか、お前。どこ折る。
いや、やばい、ちょ、落とされるこれ。ちょ、ほんと、ほんとに落とされる。お前、押せよ、ガチで。ありがとうございます。オッケーオッケー。逃げれる、逃げれる。あ、やった、2個だ。そっち車何？普段、普段。ボル、お前、歩行の重さなのに、歩行、直飛びしなかったの？いや、無理だわ。遠すぎやろ、これ。パラグリしたらよかったよ。起きてつかよ。でもこれ、ケンチ君なら泳げるんじゃないの？くん付けやめてもらっていい普通に。しかもちょっと発音ケンチ君ってなんかムカつくねんけど。確かに、インドネーションはちょっと。そう、そう、ケンチ君って腹立つ。ケンチ君なんかその、もうなんかお前が言うと腹立つな。それイントネーションのセント君や。そうそれセント君のイントネーションだよな。え、ケンチ君、ケンチ君。違う。ケンチ君、ケンチ君ね。待って。え、じゃあマジでついてきてね、本当に。オッケー。ネタなしでこっから。もう、リスナーさん、こっから本気でやります。もうネタなしでいきます。正直さ、じゃあ前コラボしたじゃないですか、龍二人。うん。あの時正直俺のことかっこいいと思ったっしょ。え、いつの記憶？え？いや、なんか。お前さ、お前うざいな。お前のせいで吹き飛ばされたんだけど、普通に。いや、どう考えても俺が吹き飛ばされたけど。ド先輩すぎやろ。お前走る、免許持ってねえんかい。お前こそ免許持ってないだろ。持ってねえよ。だろ、俺免許普通にあるから。いや、パチこくな。違う、そんな言い方じゃなかっただろ。マジでやめてよ、正直てくんの。分かってるっつって。だからお前さ、うざいから。普通にひめえよ、マジで。ドリンク無駄なんだけど。ガス、俺なれてんの。ガス欠したんだけど、普通。いや、それは家族使って俺のこと追いかけてるからだろ。ガチだるいわ。じゃあ今ガス欠に入れよう、ここで。アベストマンズ、ダリアット。どうかが。どけよ、邪魔だな。いや、お前何してんだよ。邪魔だな、マジ。いっけ。ガチ。ブレーキ。おい。ガチ。あればよ。ブレーキって言葉知らねえんかよ。お前も進んだらよかっただろ、普通に。いや、ガソリン入れてんだよ、こっちは。入れなくていいだろ、そんなに。あと、あんたに削られたからドリンク飲んでんねん、こっちは。ああ、幻聴さんを。よし、これ行くの。幻聴いけられなかったら、頼むって。聞いたかも。え、ちょ。ああ、バイクと白幕が、まあ、残ってるわ、まだ。ボル、なんでこんな車耐久減ってんの、お前。いやいや、ガントされたからでしょ。敵に？いや、あんたや。今、お前って言おうとしてなかった？いや、あー、やばい。やめろ。延長やばい。取り行く？やれるよ、俺。やばい。え、延長やばくね？延長マジやばい。ちょ、みんなそっち行ってるやん。もう行ってるよ。え、そこ、延長からボコられね？んよ。いや、一発も取れてない。切ってるね。え、それは俺らがヘイト買ってるからやる、今。うん。でも、ボコられはしないね。入ってわかるよ。マジで？おい、めっちゃ追いかけてきてる。何してんのあいつら。え、ね、白幕来てね、なんか。やばあいつら。乗って。早く乗って。関係入ろうや。関係ないんですか。うん。最後は。この俺幕使えんのかな。この鍵が。やばいな、これ、ボル。使えるそれ。勝てる。いや、体力半分。ボル、これ勝てる？勝てる。やばいな、これ。いや、勝てるよ。マンチするぞ、それ。え、誰さっきの白幕と金幕。やばいね、あいつら。ボル、ちょっとさ、仲直りするためにさ、うん、一個渡したいものあるんだよ、普通に。うん、欲しいかも。こっから真剣にやるために。もう分かってると思うけど。やば、アンチ。やば。勝ったわ。
アンチやばくね？やべえ。なんかあった時ボルそれ落としたら、あの一回は救ってくれるよ。あ、オッケーオッケーオッケー。あのマリオでいう 1P だと思って。で俺2機あるってことで今言って。今2機ある。オッケー。え、じゃこれマジ出て勝つのこれ？え、43人。人数的にはワンチャン。多分いるの。これガチでさ。分かれとる。これガチで思うんだけどさ、うん、あのこう回っちゃダメ。うん、これ金も使えないのか。もう時間ない多分。でこれで一周してここにもう一回戻ってくるってどう？いやクソやんけ。クソたちもありやな。セブン。マウイってな、セブンから。誰だろう、彼だな。うん、え、ってかここあるわ、なんかやってなかったっけ？いややったよね。多分芝居立としょこれ。え、彼らかけてた？いや、どうだっけ。家に帰らずとマックスがやってんね。彼ら多分全然いるよ。でもみんなポジティブに考えて、残り33人で5枚生存してるの多分俺らだけだよ。ちょ、分かった分かった、ちょっと一回黙れ。ノエいなくない？でもかけた、真剣にやろう、マジで。了解、すいません、本当に。もうマジで本当に俺ら、あっちに行くんや。すいません。これピンマックないかな。あ、ピンマックで攻めないんだけど、あいつは。ピンマックないっすね。ピンマックない？ない。待って、28。いや、マジ勝てる、これ。絶対勝てる。めちゃくちゃ。この星、マジ邪魔なんやけど、これ。は？え？いや、超かっこいい。だろ？ちょ、今、真剣にガチでやろう。え、ガチでやる、だから。応援入ってくるわ。この豆腐の下にピンマックないかな。戦車するわ。ないね。まあ右からめっちゃ来てる。ボル後ろつついていい？え、ダメ。あ、最強最強じゃん。あっぶれ。これ運転俺じゃないから、ね。あ、暴走しすぎやろ。じゃあ今ガチでやってるから。あれピンクジュ打てる。南。あ、おやすみじゃねあれ。え、多分どっか帰ってよ。頭つけるあのマーク。ピンマックもいるよ。前まで入るわ。水没いないんだ。今入ったじゃん。いや、いるよさんだって。今入ってよ、ピンマックの奥。いや、いる。え、これ左側いる？左側。あのピンクシューのさっき入ったんでしょ。右のパーティーだよ、攻めたパーティー。彼らだよ。うん。入れてね、やっぱ。見た。ナイスどっちの行った？右側の行った？うん、屋根。ボルナイス。ボルナイス、ハイタッチしよう、ボル。エリカ取ろう。ちょ、黙れ。エリカいるよ。いるの？あ、誰か。乗って。あ、すいません。エリカどこ？分かんない、銃声はなってた。車止まってた。どうだろう、銃声は中の水の方かな。ここレンジまで行くよ。あ、ベランダやばい。エリエントなんか止まってる。今強いっけ？どうしようかな。中の方で丘キープできるよ。もう丘キープできる。いないかもね、もしかしたらこれ。え、赤平エルマは止まってるけど。いや、赤平王さんいないっしょ。みんな聞いて、残り23人5枚生存してるのは多分俺らだけでも、俺一人いることによって4枚生存と変わんないから、そこは理解する。青さんからグレー、多分どの青さん。あのあれ、こっち側のこれだよね。うん、よし。おっと、ほんとだ、チャイロボート突っ込んでくる。多分この辺の青さん。ハイピンの青さんいいんですか。あ、ベランダ入ってね。あ、ベランダはゼノ。ゼノマジ勢いいね。で、クローラーが海岸かなんかで。この木なんだこれ、新米いるかも。ボル星に願いをって言ったら、ほんとにアンチやるよ。星に願いを。あ、ラベラさん、新米今入った。ここのベランダから今入った。星に願いよ。いいよ。マジだから、これガチだから。星に願いよ。ふざけなしでね。星に願いよ。今屋上？ん？いや、屋上入って見えると思う。じゃあいたら見えると思うけど。オッケー。やった。奥の子入ってるよ。この光景に入ってる。すごい。最強やん。多分こっちまで行けるんじゃね？本当。ね、ボール行ったでしょ。でもそこ、ここに木たかないと、今耐えてるけど、多分泳げない。え？飛んでね、今の。これさ、シルバーいないそこ。
あ、今のシルバーなの？違くない？多分シルバーも、うん、この漁村側の小屋の方が気がするけどね。あ、茶色ボートシルバーかな。あ、ポステルがあの小屋。あ、新米やっぱ色は左泳ごうかな。新米やりてぇな。やりてぇ、新米何回？彼ら出た。まだ屋上の1個。そこじゃん、ナイス。今俺めっちゃナイスじゃない？今どこやったの？マルコ新米、新米それ。あ、じゃあ終わり？新米新米爆発した。うん、今俺めっちゃナイスだった。そのおかげ彼らかな。カビオラグレー持ってる。8個ある。てか、この小部屋に下にあるよ。俺6個あるよ。俺もちょ中入るわ。は？いっ、どこ今の？起こせる起こせる、全然起こせる。多分ベランダかな今の。ベランダの小窓かわかんない。強そう。誰？俺？強。こうやってこいか。あ、抜かれた。海岸やばいね。海岸奥やばいね。マジで。ボル、星に願いを忘れないで。星に願いを、星に願いを。彼らってかバカの調子ね。いやでも彼ら、うん、俺ジャパパックを取れちゃう。海岸やばい。あー、カフェだ。これこの赤平っているのかな。チョコ、ムカキンさんの方泳ぐわ。泳がないと済む。ベランダいんの？いるよ、ベランダいる。ベランダから奥先に抜かれた。誰だったろう。いや、見逃げ、死んでたよ。やられてたよ。あ、マジ？これ登れないね、こっち。ここなら登れるかも。うん、こっちから行ける。あ、で、この青さんも。待って、詰まったんだけど。待って、詰まったんだけど。いや、待って。これ赤平いたら詰むな。もう一回だけよっか。うん、中平の窓に変えてほしい。この窓。カフェ出た、2枚。あの、ドローンか、彼ら。ここ、無理やり入るわ、ここ。壊した、1枚。2枚壊した。彼は多分ここら辺。終わり終わり。あ、いや、まだいる。応急のヘブラ。アイピンやばい、アイピン。ベランダいるくね？手前のヘブラいる。奥走ってる。奥、めっちゃ走ってきてる。奥一枚抜いてるよ。マジロ、マジロ。こいつやってほしい、やってほしい、やってほしい。いや、マジか。死んだくね？あと4枚。いや、まだいる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 。ヘウラ、ヘウラ、ヘウラ。ヘウラ、ヘウラ。待って。あとヘウラ、ラストヘウラ、ラストヘウラ。待って、僕左取れる、左取れる、左取れる。耐えてほしい。耐えれる、余裕で耐えれる。おいで。おいで。普通にやれるかな。耐えれる、あ、絶対くれてか。絶対取った。オッケー！ナイス！あ、ナイス！ナイス！彼ら、キレスやばそう。いや、彼ら聞いてみたね。アポステルがやべえ。余裕だった、やっぱ余裕だったね。余裕余裕。ほんとに、俺らの団結力で。当たり前でしょ。途中やっぱ、あの、ふざけてて、お前に対してイライラしたシーンは俺はあったよ、正直。これは、いや、これ俺ね、いや、これはね、これはリスナーみんなも思ってる、普通に。これ、いや、ふざけてたね。これは圧倒的、俺ずっと真面目にやってる割にはふざけてた。けど、俺は、うん、勝ったからお前のことは悪く言わないけど、さすがにけじめとして今回のその3000万の賞金のうち、うん、あのお前に配られる600万は半分はお前ももらっていい。でも半分はこれはけじめとして。え、どういうこと？え、じゃ勝ったやん俺。勝ったよ。え、なんで300万あげなきゃいけない？俺もわからん。僕が誰を愛したとしても君が求める